北口田浦駅は神奈川県横須賀市田浦町一丁目にある東日本旅客鉄道横須賀線の駅である。駅番号は条例 4? 京浜急行電鉄本線の京急田浦駅とは直線距離で北西へ約 1.5km 離れており乗り換えには適さない。島式ホーム1面2線を持つ地上駅で駅舎は京上駅舎であり湖線橋の両端に 入り口が設けられ、古戦橋の中央部に改札口が設置されている。2010年3月に改札内コンコースとホーム、及び南口改札外コンコースと出入り口を結ぶ、エレベーター及び多機能トイレが設置された。ホームの屋根は、戦時中に建設され、木製とレール型鉄製のものが混在した柱が、今も屋根を支えている。八つ地形によるトンネルが多い地域のため、 当駅は両端をトンネルで挟まれている。このためプラットフォームの有効長が10両弱分しかなく、11両編成の列車は、当駅においては、先頭1両のすべてと2両目の一番前よりの扉を締め切り扱いとしている。このため E217 系以降の横須賀線の車両には、当駅での扉締め切りに対応するスイッチが特別に装備されているほか、 ドアカットを行うドアには注意書きのステッカーを重付している。かつて運用していたサントベラの 113K11 11両では先頭1両のみのドアカットで対処できていた。給料以下の編成についてはドアカットは行わない。図紙駅管理の業務委託駅で早朝時間帯は無人となる。無人の時間帯はインターホンで横須賀駅が対応する。かつては 緑の窓口が営業していたが、これに代わって2007年6月30日から指定席券売機が設置された。しかし、それも2015年2月22日に廃止された。かつては横須賀駅方面に向けて、相模海輸送庫が保有する専用線が分岐していた。この路線は長浦港に張り巡らされ、一部は在日米軍の施設である。 タウラそう油施設へ続いていた。その施設から発送されるジェット燃料や、周囲の倉庫からの資料輸送などを行っていたが、1998年より使用を中止し、2006年には JR 貨物の駅も廃止となっている。2007年のリフレッシュ工事で本線から分断された後も線路の大部分はしばらく放置されていたが、2012年より、 道路改良工事などで撤去された箇所も増えている。2019年度の1日平均乗車人員は2232人で、横須賀線の駅では最も乗車人員が少ない。近年、当駅の乗車人員は減少傾向にある。近年の推移は下記の通り。駅前広場円形北口は狭いため、南口にのみ、小さな駅前広場が存在し、路線バスが発着する。 北口周辺は近年建設されたマンションがあるたは、住宅はあまりなく海上自衛隊の関連施設、倉庫群やいくつかの工場が立地する。旧海軍時代に建てられた古い建築物も,も多く残っているのが特徴。また前述の専用船の跡も確認できる。南口は住宅地となっている。その先の山林には梅の名所で知られる田浦梅林があり。 春頃には賑にわう。駅南口ロータリー及び国道16号上にある田浦駅が最寄りバス停。国道側の乗り場は田浦駅と表記される。全路線京浜急行バスが運行する。田浦駅田浦駅あたり駅からほど近い横須賀寄りにある長浦トンネルは芥川龍之介の小説みかんのモデルとなったと言われている。なお近隣の吉倉公園には 文学費がある。東日本旅客鉄道横須賀線東寿司駅、田浦駅横須賀駅 JR 東日本の2000年度以降の乗車人員。ありがとうございます。